辰馬考古資料館では夏休みに来館してもらおうと中学・高校生に向けた夏季教室展を開いています。今年は考古学の動物園をテーマに動物の造形品や動物を描いた考古資料およそ50点を展示しています。弥生時代の銅鐸、縄文時代の土製品など様々な時代に描かれた身近な生き物や空想上の生き物から原始、古代の人々の動物との関わりを知ることができます。今回は肝臓品考古資料の中からその動物モチーフの資料を並べてますが、まあ、青銅器であればその中に動物の姿がいだされていたり、まあ、瓦もそうですね、文様の中に鳥あるいは竜といった動物がいたり、まあ、考古資料なのでその動物の骨を加工して作った漁具なんかも合わせて展示しています。今回その縄文時代の土器から、まあ、弥生あるいは、歴史時代の末期まで、まあ、時代については割と変化に富んでいるのかなと考えています。普段の生活の中で、身近にいる動物を資料の中に描くという、こと自体は各時代問わず割と一般的だったのかなと思います。時代も多少前後していますので、あまりその時代中に並んでいるという意識は一旦置いておいてもらって好きに見てもらいながら、こういった資料にどういう動物の種類が描かれているのか、なんでこの資料の中にこの動物種類が描かれているのか、作られているのかということを考えながら見てもらったらいいのかなと。動物が描かれた場所は矢印で示されているものもありますが、どこに動物がいるか探してみるのも教室展の楽しみ方の一つです。重要文化財に指定されている縄文時代の土製の獣は口を開けた表情が犬を思わせますが、イノシシの可能性も。身近な動物の一コマを映し出したものと考えられています。こちらの末期は古墳時代に鵜飼が行われていたことを示す貴重な資料となっています。また動物にちなんで食料として捕らえた鹿の角や骨を加工して作った装飾品、狩猟の際に用いられた道具なども展示しています。今回の展示品は SNS などに載せる二次利用はできませんが、カメラで撮影することができます。夏季教室展というタイトルがついている通り、あくまでもその中高生を中心に少し普段より敷居を低く、まずは足を運んでもらうことが大事だよという、観点で、展示を企画していますので、まあ、難しいな、わからないなと思ったら遠慮なく学芸員の方に聞いていただければ構いませんので、まずは足を運んでもらって好きなようにものを見てもらうというところから始めてもらえたらなと思います。人々の動物との関わり合いに触れる考古学の動物園は9月4日まで開催されます。